えー、ちょっとね、太陽光発電の話が今、話題なので、ちょっと、まあ、まとめてみましたということで、えー、人が来るのを待っております。あ、初見,さんあ初見だとしたらですかはい、じゃあ、今すぐ出てください。 一応、ちょっとどういう形でやろうかな。わーっと喋って、ちょっとアーカイブに残すなら、一通りわーって流れをしゃべるので、コメントはちょっとその終わった後から読もうかなと思います。で、アーカイブ残すのに、えー、とりあえず考察の部分だけ終わったら1、一、え、回、ー、分けたいので、一回閉じて、もう一回やろうかなと思います。 続きをやろうかなと思いますはいあ、五名の方来ていただいてありがとうございますあ初見さんいつもありがとうございますねそ、初見さんねもう邪魔するんやったらね帰ってくださいね じゃあどうしようかな。もうぼちぼち。じゃあ、ワット。ね、サクッと多分まあ、10分ぐらいになると思うんで、サクッと話、えー、していきたいと思いますあれ。音出てる。音どうですか音問題ないですか音どうですか結構なんか今日タイムラグがありそう。いけてますか はいじゃあね、えー、こ人数増えそうにもないのでね、えー、さっさと始めていきたいと思いますえー、っとねまあ今、えー、先週ぐらいから急に話題になりました、えー、先島太陽光発電所っていうものについてね、えー、ちょっと、えー、話していきたいと思いますえー、っとまあその先島太陽光発電所っていうのは、まあ、どこにあるかっていうと まあコスモスクエア駅がえここなんですけど、時の,の時空間やったかなあの閉鎖になったところ、そこのすぐ奥にある、の野鳥の公園のところのこの間ですね、ここにある敷地にある太陽光発電所のことをえ言っていますと。で、平成25年からえ発電開始しておりまして、で、一応、 条件付き一般入札で、この合同会社、先島メガソーラー、大阪光の泉プロジェクトっていう、当時はまだちょっと合同会社じゃなかったんですけど、そのプロジェクトチームが落札しましたと。で、ここで今、この運用している会社の中に、この上海電力っていうですね、中国資本、 ババリバリのた、ねまあ、多分ほぼ国策会社だと思うんですけど、中国のが、えー、入っているということで、まあ、アンチ界隈、右翼団、まあ、チームとかが、まあ、ここをまあ問題視しているというのが、まあ、この先島太陽光発電所の話になりますと。ね えーとまあえー、ここの、まあ、太陽光発電を作る大きな流れとしてはな2011年の3月に大阪市が、まあ、大阪環境ビジョンっていうのを掲げて、えー、2020年までに温泉、えー、効果ガスの排出を25%以上を目指すっていう、まあ、その中の一環で、まあ、空き地に太陽光発電所を作ろうっていうプロジェクトが始まりましたとで、まあ、そこの理由としてはこの太陽光買い取り制度ですね これが2012年から施行されたことでなかなか黒字化しにくかった太陽光発電がすごい黒字になるっていうふうなシステムになったのでいろんな会社がここに,きに飛びついたっていうことになりますとこれ参考に一応これぐらいの価格になっていますと今大体1キロワット当たり14円なのが今も32円でこの当時は買い取られていたと。 えとまあ、時系列、ちょっとまあ調べてたらです、ね、この大阪休眠会議さんというツイッターがまあヒットしまして、まあ、そこにまあ大まかな時系列というのが書いてくれましたので、まあ、これを参考にさせていただきましたと。で、えー、これを見ると、もともと落札した会社は、神話工業という会社と日光エナジー開発株式会社というところがまあ落札をしておりますと。 で2014年になぜかその日光エナジーという会社がそこの事業から撤退して上海電力が入ってくるという形がありましたと。で、その上海電力っていうのはまあ中国の、まあ、もうほぼ共産党ですね、共産党の息のかかった会社でできてます。一応、株式会社って言ってますけども、もうほぼほぼ中国共産党の会社ですと。 でまあ、これがまあちょっとわーっと時系列をまとめたんですけども、えー、まあここが大きな流れで、まあ、ここが行政庁ですね大阪大阪府国っていう形でまあ一応こう並べていきましたとでまあそのポイントとなるのは、まあ、2008年からまあ橋本さんが府知事になり、まあ、2007年から 平松さんが市長になってますとで、えー、アンチがねよく橋本さんがハニトラかかったんじゃないかっていう話のあれになってるのはこの上海万博の閉会式に、えーまあ、橋本さんが最初出る予定だったんですけど中国が、まあ、当時あの尖閣かなあの辺の問題で揉めてたのでそう戦国よしとかなあれの 事件とかがあったりとかして、上海、中国側もめてたので、橋本さんが来ることをちょっと拒否してたんですけど、いやいや、上海万博のあれに出店してるんやから出させてるみたいに揉めて、で、まあ、結局行く、まあ、中国はごめんなさいってことになって、まあ、行くことになりました。で、まあ、アンチ側はそこで、まあ、何かし、はにとらにかかったんじゃないかっていうのを常々言ってるわけですけども、それが2010年ですと。で、えー、 この日光エナジーっていう会社が立ち上がったのが2011年の12月で、まあ、その年にまあダブル戦があって、えー、2012年の1月っち12月19日にダブル戦があったんかでここでまあ市長と知事がまあ入れ替わったという維新系になったということですねで、えー、その年末2012年12月に神話工業と日光エナジーが落札 で2013年の10月に合同会社を設立で、2014年の1月に上海電力が日本法人を作る、でそのすぐ、まあ、2か月後ですかね、に日光側が撤退して、3月16日に発電所が着工しているんですけども、この時にはまあ上海電力がもうすでに入っているという状態になっておりましたというのがまあ時系列ですと。 でえーまあ、上海電力日本株式会社のまあホームページなんですけども、まあ、このプロジェクトで、えー、ここの書き方では、ね、その日光エナジーという会社のことには触れられておらず、神話工業との共同投資プロジェクトで、えー、大阪に発電所を建設しますとで。この事業は大阪市により承知いただいたものというところですね。この一文があるので アンチ側が大阪市がまあ声かけたんじゃないかっていうのでまあ騒いでいるっていうところですね。まあ、気になるのは、えー、ここの、ね、式典の後のインタビューのところに朝日新聞とか朝日放送しか載ってないというのも、ね、なんかまあ怪しいところですけど、まあそこはちょっとスルーしておきますね。はい、でこれが、まあえー、日興エナジー株式会社のまあプレスリリース 今落札しましたと。で、神話工業と日光エナジー株式会社ってところで、で、まあ、この日光エナジー株式開発株式会社って何かっていうのがちょっとよく調べまあ分からないんですけど、まあ結構太陽光発電所を作っててですね、今もまあ普通に事業をされているところでペーパーカンパニーとかではなさそうですと。で、まあまだここもアンチが言ってるんですけど、この代表取締役っていうのが、張さんって読めばいいと思うんですけど、 多分関完に挑戦系の方と思われる方が、まあ、社長をしているというところで、まあ、なので、えー、そこと、まあ、中国企業とのつながりがあるんじゃないかっていうのは、まあ、こうつつかれてますと。で、でまあ、この件に関してはです、ねえー、有本香織氏がですね、えー、2014年の、まあ、ちょうど、 工事、創業が始まってるかな発電が始まってすぐ後ぐらいにですね、えー、スーパーニュースアンカーでいう関連の報道番組で、えーまあ、上海電力の話をしておりまして、まあ、中国地資本の会社が日本で発電するのはどうよって話を、まあ、取り上げておりましたと。で、まあ、その内容についてね、ちょっと調べては動画はなかったんですけど、このコットさんっていう方の ツイートでですね、えーまあ、一応文字起こししてくれてまして、えーまあ、非常に長いのをコピペしたんですけど、まあ、有本香織さんはこの琴こさんということをこの前あのリツイートしてましたので、まあ、有本香織さんのツイートをもう一回見られたら一連の流れは出てくるかなと思いますとまあすごい文字ちっちゃいんで多分うまく読めないとは思いますけども。 まあ要はこの時に有本さん何言ってるかっていうとまあ別に橋本さんが愛心があるていう話は一切しておらずにまあ中国の企業が日本でそのインフラっていうか電力それをまあ大きな顔してやってるの問題よねっていう話とまあなんか裏になんか何かがあるんですかねみたいな話はをしてますねうん でまあ、中国はもっと、ね、発電から始まり送電とかそういうところまで食い込んでくるから警戒が必要ねっていうのをこう言っておりますとで、まあ、2014年からですねしばらくたって、えーまあ、去年あたりからたまに追悼するんですけど有本さんが、まあ、この上海電力について、えー、橋本さんにどんな裏結託があったかを 証明しろみたいなことを言ってまして、まあ、最近この発言をもとに、えー、このツイッター界隈でですねこの上海電力って話が話題になってますっていうのが今の大きな流れですとここまで大体分かりますかね流れがで、まあ、ここから僕の考察になっていくんですけどじゃ日光エナジーってなんで撤退したん ところなんですけど、まあ、普通ちょっとまあ2つ考えてみて普通にある理由としては、まあ、太陽光パネルとかの卸とかはよくやってる会社のようで,で、まあ、その太陽光パネルの実績はあるんですけど、まあ、運用等々はあんまり実績がなかったっていう可能性がありますとであとまあ上海電力としては日本に進出して まあ、とりあえず1つでも実績を作りたいっていうところですね。で、まあ、ニコエナジーとしてはもう一回手を引いて、まあ、次のプロジェクトにするためのまあ現金なりが欲しかったとかっていうことがあると、まあ、思惑が一致して運用権を売却するっていうのはまあよくよくある話ですと。ごめんなさい、これは全部考察なので、ああの想像なので、大塚本とかは分かりませんけども。はいでまあ、陰謀論 陰謀論者がよく言うやつは、まあ、上海電力が初めからこの案件に入りたかったけど、まあ、中国企業であることを理由にまあ入札できなかったので、まあ、日本の、まあ、ある程度実績のある日光エナジーという会社を利用して、えー、入札をしたと。で、まあ、準備が整ったので、えー、事業権をまあ買収して、えー、普通に参入してきたと。ってなるとまあそんな。 うまいいいこといかない普通にはうまいこといかないからまあ裏でシナリオを書いている人がいるんじゃないのっていうのがまあ陰謀論ですとでまあここでまあちょっと疑問を受ですねま陽横発電事業って外国資本って参入できんかったのっていうところなんですけどまあまあよくまあ報道とかでもされてますけどまあソフトバンク系であったりとか韓国資本の企業がまあやってるっていう発電所もあったりしますと。 用地、まあの買い取り、まあ、土地を買うっていうのは、やっぱ外国人買うのはちょっと制限があるっていうのはあるので、ただ今回の場合は賃貸契約なので、そこの規制はあまりないのかなと思いますと。で、じゃあ規制がなかったら、そもそも政治家が関与する必要ないよねと。規制があるんやったら裏金渡してね、規制を解除してもらったりとかする必要があるんですけど、まあ、規制がなかったら、わざと政治家が関与する必要ないよねっていうところが、まあ、 ちょっと疑問ですとであとまあじゃあ外国人資本が NG だったらっていうなると今上海電力がやってるのってそもそもまたじゃあこれ問題ちゃうのっていうのはまああるんですけどでまあ橋本さんがじゃあ政治力でご利用しでね外国資本やけどいろんなもん入れんかえってやったんであればじゃあもちろん行政のあれですので 絶対行政文書は残ってるはずですと。なのにそういうものが一切出てきてないですと。でまあ、そもそも外国人資本を受け入れる受け入れないって話って、まあ、国政柄も問題ですので特に中国なんていうのはもうバリバリのもう外交問題ですのでこんな大阪市だけで決めれるんかなっていうのがまあ疑問ですというところでもう,もう最後になるんですけども結論,結論私が、まあ、導いた結論なんですけど えーまあ、有本さんがまあ言ってるように2014年からまあ中国がまあ出てきてるっていう疑惑はありましたと。で2014年当時では、えーまあ、大阪の各、まあ、維新以外の政党であったりとかアンチ界隈から橋本徹とか維新の会が何かしてるっていうふうな指摘はほぼほぼなかったですというところで、まあ、最終的に私がですねこの件について言いたいことっていうのはですね もしまあ橋本徹さんであったりですね、維新がもしこの件に関与しているのであれば、このあとですね、2015年の5月に都構想の住民投票が行われるわけですけれども、この時にこんなにおいしい情報があったら、アンチ絶対使うでしょ。こんな、こんなもん、こんな、都構想をひっくり返せるような大ニュースをですね、噂すら流れなかったっていうのを。 何かしそもそもそんな話なかったんでしょうっていうのが一つとでしかも2015年からですねこの話ってほぼほぼなくて、まあ、有本氏が橋本さんと喧嘩するようになってから思い出したからのようにまあ出てきたので、まあ、6年間も何もこの話ってなかったよねっていうところですねはいでまあ結果的にはこれただの陰謀論でしかなくて まあこれに問題があるってなったらまあ有本さんはえちゃんとまあ証拠を出してえ報じるべきであると。でまあ、もしかしたら、もしかしたら、ハント構想チーム出さんかったのって自分たちに何かあるんちゃうのっていうまあ陰謀論をまあ最後に付け加えておきますと。で、まあ、最後、まあ、私の言いたいことなんですけど、まあ、そもそも日本のインフラに学部資本がどんどん入ってきているのが問題ですので。 あの橋本さん同行の理由でわーって揉めるんじゃなくて、外国人資本をちゃんと規制しようよっていう方法で、問題を提起していかないと、そこの部分っていうのがおざなりになってしまうので、まあ、ちょっと有夢さんのやり方は私はちょっと疑問を感じますっていうところで。はい、以上、一応ね、そんな形で私の考察を終わりたいと思いますけども、まあ、最後にね、ちょっとおまけだけ入れておきましょう。 えまあ日光エナジック開発株式会社という会社の張のさんという方なんですけども、えー、2011年にですねエコーホールディングっという会社もやられてましてその CEO で張さんというのが、まあ、ググッと出てきたんですけどそのエコーホールディングスの、まあ、これを見ると張さんって大阪大学の主任研究員ということなので、まあ、結構本当にちゃんとソーラーパネルとか研究してた。 方かなっていうのはちょっと思うんですけど、えー、取締役の名前にですね武田恒康さんっていうねあの今テレビでおなじみのあの方の名前が出てますよとはい,いやなので、えー、長さんがどんな方かっていうのは武田さんに聞けた、まあ、武田さんがう,うらくらんわくってい,い意味じゃないですからね、まあ、武田さんに聞けやっていう話をまあ最後に言いたかったですということで以上です 信じるか信じないかはあなた次第ですということで。はい、一回止めます。